US a エアウェイズシャトルは、アメリカ合衆国北東部で、US a エアウェイズが運航を行っていたシャトル便である。ボストンのゼネラルエドワード・ローレンス・ローガン、国際空港、ニューヨークシティのラガーディア空港、ワシントン DC のロナルド・レーガン・ワシントン・ナショナル空港に就航していた。エアバス A320 u s スエアウェイズシャトルの、前身は、 1961年から運行を行っていたイースタイ航空シャトルでイースタン航空が運行停止をした後にドナルド・トランプが購入した。購入後トランプシャトルとして運行を開始したが1990年9月に運行停止となりシティグループ保有の下で販売された。US a と US a のボーイング737から 300シティグループの販売について、ノースウェスト航空とアメリカン航空、US Air Group が興味を示した。しかし、ノースウェスト航空とアメリカ航空は銀行側の販売価格での購入に応じなかった。一方、US Air Group は銀行との交渉を続け、所有権の40%を引き継ぎ、10年間シャトルの運航を管理するという契約を結んだ。 1992年4月12日、US エアーシャトルがトランプシャトルの路線を正式に引き継いだ。1997年初頭に親会社の US エアーが US エアーウェイズになったことに伴い、会社名は US エアーウェイズシャトルに変更された。同年十一月十九日、US エアウェイズグループが所有権の九十を購入し、US エアウェイズシャトルは完全な。 子会社となった。1999年3月、US Airways s h u は、ダラスニューヨーク線での運行を開始した。およそ1時間に1便の運行がされていたが、1便、あたりの乗客が少ない場合にその便がキャンセルされる、ことがしばしばあった。その際には、乗客は、前後に運行される便へ振り替えられており、一部のビジネス客などから不評だった。 ボーイング7272000年7月1日に US Airways s h u は US Airways と合併した。保有機材であったボーイング727はダグラス DC-9 から30やボーイング737から300に置き換えられた。合併後も US Airways によってシャトル便は運行され続け US Airways s h u という名も残った。 解体されるボーイング727-2003年後半に US Airways はシャトル便の運行事業の売却を検討したものの売却はされなかった。2014年1月23日一部の US Airways Express 便がアメリカン航空とのコードシェア便として運行され始めた。2015年10月17日に親会社である US Airways とアメリカン航空の合併が行われ、それに伴い US Airways ャトルはアメリカン航空シャトルとなった。US Airways ャトル t は a アバス u A319 とエンブラエル l 190を使用し、アメリカン航空によって運航されていた。以前はトランプシャトルから引き継いだボーイング727等で運航されていた。エアバス A 三 A319。ありがとうございます。